クーパーカーカンパニー、クーパーカーカンパニー、クーパーカーカンパニーは、かつて存在した、イギリスのレーシングカーコンストラクター、会1の1959年、1960年度、コンストラクターズチャンピオン、会2、F3 などの株カテゴリーでも好成績を収めた。創業者のチャールズ・ニュートン・クーパー、チャールズ・ニュートン・クーパーは、1893年10月14日に、 生まれた。父のチャールズ・レナード・クーパーは、舞台俳優で、フランス語読みの、シャルル・レナールを芸名とし、スイスエクスプレス一座の座長を務めていた。母も、同じ一座の女優であった。父親は後を継がせようと考えていたが、本人は自動車に興味を持ち、名門ネーピアさんで、徒弟修行に入った。第一次世界大戦に志願兵として参加。 戦争終結とともに、サリーのサービトン、UL ロードに、店、クーパーズがレージを構え、軍から放出されたモーターサイクルの修理を手掛けた。その後、花形レーシングドライバーだったケイドンとチグを、得て、1934年までそのレーサーの整備を、受け負った。ジョン・ニュートン・クーパーは、チャールズ・ニュートン・クーパーの長男として、1923年7月17日に、生まれた。 ガレージを遊び場とし、運転免許を取るはるか、前からバイクを乗り回し、自然に自動車好きになっていた。ホーカーの系列会社で徒弟修行をし、父親とは別にホービトンにて工作機器の店を開いた。第二次世界大戦中は海軍交渉で徴用時代を経て空軍勤務に回された家族2ヶ月で終戦を迎えた。1946年、 チャールズ・ニュートン・クーパーとジョン・ニュートン・クーパーは事業を統一し、ボックス・ホールとフォードのディーラーの共同経営に乗り出した。そこで、ジョンの親友であったエリック・ブランドンの示唆を受け、500cc レーシングカーの製作を始めた。チャールズ・ニュートン・クーパーにはすでに手製庫型スペシャルの製造経験があり、1946年6月下旬に作り始めて5週間で、 1> 第1号車が完成した。1946年7月28日に最初のレースとなるプレスコットヒルクライムに参加し惨めな結果に終わったが初期トラブルが解消するにつれてコースにより当時の2リットルクラスに被験する驚異的なタイムを屈するようになった。この性能に対する反響は大きく爆発的な売り上げを見せた。 この注文に応じるため1947年10月にクーパーカーズを設立同時に第1期市販車であるクーパー 500MKE12 台ロットの設計製作に入った。1948年5月9日、当時18歳であったスターリングモスが彼にとって最初のレースとなったプレスコットヒルクライムにクーパー 500MKE で出場、クラス優勝した。 この他、クーパー500愛好者の中からは、ピーター・コリンズ、アイバ・ビュエブ、スチュワート・ルイス・エバンズ、ハリー・シェル、ニニアン・サンダーソンなど数々の第一級ドライバーが吸った。1950年には F3 マシンとして FIA に承認されたが、あまりにもクーパー独占レースが多いため、F3 は1958年に廃止されてしまった。例えば1958年は、 全18レースで優勝し、12レースで表彰台を独占している。当時特定のグランプリでは、台数確保のため混走が許されており、このマシンは、プライベーターの手により、会一初年度のモナコ GP に参戦している。クーパー500に次いで、ブリストル BS エンジン搭載の F2 マシンも人気を博し、会に規定したで行われた1952年。 1953年の F1 では多くのプライベーターに供給された。ワークスチームとしては、1955年のイギリス GP にプロトタイプレーシングカー改造マシンでスポット参戦。ドライバーはメカニック出身のジャック・ブラバム。1957年より 2000cc のコベントリークライマックスエンジンを搭載したミッドシップマシンで本格参戦を始める。 翌1958年の開幕戦アルゼンチン GP でロブ・オーカー・レーシングチームのモスがコンストラクターとしての初勝利を達成。これは、開一市場プライベーターチームが記録した最初の勝利でもあった。1959年にはエンジンを 2500cc までボア,アップし、ワークス、プライベーター両チーム合わせて9戦中5勝を記録。 コンストラクターズ選手権を初制覇し、ワークスチームのブラバムがドライバーズチャンピオンに輝いた。翌1960年もブラバムの5連勝を含む10戦中6勝を挙げ、両タイトルを連覇した。クーパーの快進撃に衝撃を受けた他チームはこぞってミッドシップマシンを開発。チームロータスらの対等により、徐々にクーパーの優位は失われてゆく。ブラバムの独立後、 ブルース・マクラーレンが新エースとなるも成績は下降。チャーリー・クーパーが死去し、息子・ジョンも交通事故で負傷した後、1965年に会社はチップステッド・モーター・グープへ売却される。クーパー名義での参戦は続き、1966年にマセラティエンジンを搭載して、ジョン・サーティース、ヨッヘン・リントラが構想。 しかし再び戦力を落とし、1969年末に、第一からの撤退を決めた。ミニクーパーの詳細についてはミニ、またはミニを参照。クーパーは、小型乗用車ミニの性能に目をつけ、BMC にスポーツモデルの販売を提案。チューンナップを手掛けたミニクーパー。ミニクーパー S は1960年代のレース界を、接見した。伝統のモンテカルロラリーでは、 ランチアや,やポルシェラ競合を尻溶け1964、1965、1967年の総合優勝を果たした。1966年の優勝が認められれば4連覇だったが、この時はライトの規定違反を問われ失格処分となった。ミニの製造メーカーが合併、買収などで変化しても、ミニクーパーはスポーツモデルとして継承されている。 ジョン・クーパーは、チューンナップガレージを経営する傍ら、これらの開発アドバイザーも務めていた。クーパーワークスのシンボルである、ブリティッシュグリーンに白いストライプのカラーリング、画像参照は、市販モデルでも人気カラーの一つになっている。1930年代のアウトウニオン P ーワーゲンが、ミッドシップ方式で成功した例があるものの、 ホーミュラカーのエンジンレイアウトは1950年代も、依然、フロントエンジンリアドライブ、FR 方式が流を占めていた。しかし、F1 における、クーパーの活躍により、地殻変動のごとくミッドシップ化が進行することになる。クーパーのマシーンは小型で、エンジンも非力だったが、ミッドシップ特有の軽快なコーナリング性能を発揮し、フェラーリらの FR マシーンを時代遅れなものにした。 クーパーは1951年のインディ500にも挑戦し、大排気両者を相手に9位と検討。その後ロータスの優勝もあり、アメリカのオープンホイールカーレースでもミッドシップ化が進むことになる。ただし、最初にクーパー500でミッドシップ方式を取ったのは、オートバイエンジンのチェーン駆動に適しているという現実的な理由であった。クーパーの設計思想はむしろ保守的。 職人的であり、モノコックシャシーなど、革新的な技術を打ち出すロータスに対しては、安全性を考慮しただちに追随しなかった。従来の f 1参戦マシンは、フェラーリやメルセデスベンツなどの自動車メーカーがシャーシとエンジンをセットで開発するのが一般的であった。これに対し、非メーカー系チームのクーパーはシャーシのみを設計し、 両半エンジンを搭載するというコンストラクター、車体製造者の立場で頂点を極めた。下町の小さなガレージの裏庭でマシーンを組み立てるため、バックヤードビルダーと呼ばれた。このスタイルを手本に、1960年代から1970年代にかけて続々と英国系コンストラクターが誕生し、会一に参戦することになる。クーパーは1960年代末に消滅したが、 所属ドライバーが独立して創設したブラバムや、マクラーレンは、後に、名門チームへと成長する。ドライバー以外でも、クーパーの F2 チームを指揮し、一時機会一チームの監督代行も務めていた、ケン・ティレルが独立して、ティレルを起こした。マクラーレンの総帥ロンデニスも、元は、クーパーのメカニックとして、レース界に入った人物である。ふとは、ポールポジション、車体は、 ファステストラップ。前述した通り、クーパーのマシンは、多数のプライベーターに使用された。ロブウォーカーレーシングチームはからにかけて4勝、スターリングモス3勝、モーリス・トランティニアン1勝を記録している。ふとは、ポールポジション、車体は、ファステストラップ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。